マダガスカル島はアフリカ大陸の南東、インド洋西部に位置する世界第4位の面積を持つ島。全域がマダガスカル共和国の領土となっている。島の面積は587,041平方キロメートルで、島の広さはグリーンランド島、ニューギニア島、ボルネオ島に次ぎ世界第4位である。島は南北方向に長く約千六百キロメートルで、 東西方向で約5 7 0トル、一番近い大陸であるアフリカ大陸まではモザンビーク海峡によってへがてられており、その距離は約4 0 0トルである。島の形成に関しては諸説あるが、もともとがゴンドワナ大陸の一部でありモザンビーク作り山隊の作り山の影響も受けて、現在の形になったという説が有力である。この説によれば、 現在のインドとアフリカ大陸に挟まれていた部分が大陸移動の影響により約6500万年前に分離したと考えられる。19世紀半ば、イギリスの動物学者フィリップス・スクレーターはキツネザルを中心とした原塩類の中間レミュールがマダガスカル島及びマダガスカル島から 5000km も離れたスマトラ島やスリランカに生息しているにもかかわらず、 アフリカ大陸にいないことに気がついた。スクレーターは、1864年に、クォータリージャーナル・オブ・サイエンスに発表した論文で、海により隔てられているにもかかわらず、蒸気、レミウル類など哺乳類の分布に共通点を持つ、マダガスカル島、マスカレーニュ諸島、スリランカ島、スマトラ島を含む広い地域を、レムリアと呼ぶ、動物分類学上の地域区分の一つとして、位置づけた。 スクレーターはレムリアが海中に没した超大陸であるとも考えた。マダガスカル島は南北に走る中央高原と東側及び西側の平原の3つに分けることができる。中央高原は2000メートル級の山々が存在し、高原で最も高いチャファジャボナは標高2643メートルである。マダガスカルの最高峰はマロモコトロで、 標高2876メートルである。地質としては先カンブリア時代に形成された花崗岩が島の基盤となっている。サファイアなどの気象鉱物やアンモナイトの化石などが多く発掘される。大まかに区分するとマダガスカル全土は熱帯に属する。しかし島の中央に位置する高原が風を遮るため、島の東部、中央部、西部で大きく異なる。 冬の間は、島の南東から貿易風が吹き込み、島の東側は、降水量が増える。一方で、西側は逆に降水がほとんどない。夏の間は、アフリカ大陸からの季節風が強くなり、島の西側の降水量が、比較的増え、東側は乾燥する。中央高原は、熱帯山岳気候の特徴を示している。マダガスカルの首都アンタナナリボは、 標高約1300メートルで南海域線より赤道側にあるにもかかわらず冬の間10度を下回ることも珍しくない。島の東部は年間の降水量が2000ミリメートルから多い。ところでは3500ミリメートルに上る。一方、島の西側は寒気と雨気の差が大きく、東側に比べて降水量は少ない。 特に西側では南に進むほど降水量は少なくなる傾向があり、島北西部では降水量が約1500ミ、mm、リメートルであるが、島南西部では年間500ミリメートル程度の場所もある。島の北部にはサイクロンの襲来がある。マダガスカル島に住む哺乳類は極めて独特である。サルメ内では新サル類は分布せず原塩類のみ分布する。インドリ、 エローシファか、キツネザルか、日本では、同様でその名前がよく知られた、アイアイ、世界最小の霊長類であるピグミーネズミキツネザル、などで、全原炎類のうち3、4が、マダガスカル固有種と言われるほどである。他に、エウプレレスアカ、ワオーマングースアカ、マングースカもマダガスカル固有で、テンレックカも多くの構成種が、マダガスカルトを固有である。爬虫類は、 300種を超えるものが確認されている。両生類では120種類に及ぶカエルの存在が確認されている。2009年5月、欧米の研究チームが200種に上る多数の新種を発見したと報じられた。蝶類は約200種が確認されており、そのうちの約半数がマダガスカル固有種である。地球上で最も大きい蝶類に属するエピオルニスが、 マダガスカルのみに生息していた。しかし、マダガスカルの人口が増えると、住民の乱獲や環境破壊により、遅くとも19世紀初め頃に絶滅している。マダガスカル島には約6000種の植物が確認されており、そのうち約4000種が樹木、その植生も独特である。特にバオバブは世界で8種類が確認されているが、 そのうち六種類がマダガスカル島だけの固有種である。川の川口付近にはマングローブの森が多く見られる。一方で島の南西の乾燥地帯にはサボテンのような棘を持つ草木の森が広がっている。ありがとうございます。